おはよう、ジノ。こうして朝牧場に来るのも慣れてきたよ。次の発展計画について相談させてくれ。君のおかげでこの町も徐々に活気づいて変化してきている。我々オリーブタウンの住人もこの変化に取り残されてはいけない。つまり何が言いたいのかというとだな、ビューティーサロンを改築しよう。やってたばっかじゃないですか。絶対カリーナ愛人でしょ。今まではカリーナが髪や服装を見てくれていたけども、今後は今までにないおしゃれができる。さて、依頼はいつもの掲示板に載せておく。頼んだぞ、ジノ。カリーナのために、町の人、なんかアップデがあったんですよね。町の人の新しいお話。町で新たに交流ができるようになりました。どうやら不思議なことが起きているようです。マイキーとシンディと仲良くなり、町を一定以上発展させてから、町に行って話を聞いてみましょう。まどろっこしい感じ。出来ぐるみが切れるんですね。よしよし。ね。なんか、カリーナのためにね、仕事させられてるような感じしますね。今日が雨で、明日晴れ、明日も、明後日も晴れと。よし。はい。で、料理は、コーヒーを作って、一応納品しようかな。一応デイモン用にもう一個作ってあげる。作って、あとジャコポが誕生日なんですよ。なんで、ジャコポが好きそうなもので作れるものが全然ないぞ。ピザ好きそう。そんな感じで。全然ないやん。卵。まあいいわ。ちょっと見てみようか。ちょっとゴロポンいきますよ。はい。これもう自動で回収してほしいんだけど。マネジメント。3匹増えたんだね。よし。はい。よし。鉄鉱石がね、もらえるから、そこはちょっとありがたい。草とかは別に対して。ちょっとこんなちっちゃいのがいっぱいうようよしてた気持ち悪いけどね。あとこのなんとかコインがもらえるんですよね。これもまあ貯めといた方がいいんじゃないかなと思って。原木1。よし。まだできてない。雨降ってる。キュウリができてますね。あ、そっか、キュウリはこれでもう3回収穫したら終わりなんですね。で、これをレイナにまたプレゼント。こっちを今度プレゼントしてみる。イベオン石。この緑のやつは、寄付するでしょ。コーヒーはあれだし。いいですか。キュウリちょっと入れとこうか、今。とはいい。なんで、そっか、牛ができたんで、卵を回収して、ちょっと貝歯を半分に分けましょう。よし、2個入れときます。はい、牛の方にも1個入れとかないとね。よし。餌を食べないとミルクは出してくれないよね、さすがに。よし。なんでベルついてるんだろうね。よし。で、いいですか。この辺ちょっと入れて、鉱石は？で、鉱石一応入れておきます。木はどうしようかな。耐木材、また木も切りに行きたいね。とりあえず普通の木材も作っておこう。もういらんかな、そんなに。よし。糸入れて、草はいいし、まあこんだけでいいか。ちょっと町に出てみましょう。
あ、さくらんぼできてる。やっとできたんだね。はい。見習い果樹師。さくらんぼ210か。あ、結構いい値段で売れますね。まあでも一応取っとこうか。よく来てくれた。ちょうど頼みたいことがあったのよ。さっきも来て話してましたけど、このことは他では言わんでほしいんだが出るのよ。なんというかその幽霊的なものが。え、そんなまさか。ありえません、ありえません。わしだって信じてはおらんけど、そういう話だってみんな言うのよ。この町で起きている事件は4つ。その事件とは。ちょっと待った。そのミステリー事件、俺たちにも手伝わせて。いや、子供たちを巻き込むわけには。みんな急いで解決しないと観光客に知られてしまいますよ。この町では幽霊事件が起きている、呪われているって。いや、それは困る。うん、しょうがない。もう茶番決定じゃないですかこれ。フレシャージのこのコラと解決。一番めんどくさいパターンやなこれ。この町で起きているミステリーな事件は1つ、公園に出現した謎のミステリーサークル。なんでちょっとずつズームになるの、2つ、浜辺に現れた謎の半魚人。ホテルの壁に浮かび上がった悪霊の影。4つ、何者かに怯える町の動物たち。わかった、すぐに公園を調べに行きましょう。いざ、1つ目の事件現場へ。めっちゃ笑ってるしな。この二人に任しときましょう。よし。とりあえず公園に行くんですかね。よし。うん。次はジャックが。いいところに来てくれた。蝶々は大っぴらにするなって言うけど、一人で背負うのは不安で不安で。なんでそんな頼りないの。俺見たんだよ、この公園でミステリーサークルを。今はもう消されてしまってるけど、あったんだよ。公園いっぱいに謎の幾何学文様が。大変ですね、雨の中ね、みんな。ミステリー事件の解決だったら私たちにお任せ。シンディとマイキー2人の推理でどんな事件もすっきりか。公園に現れた謎の幾何学文様、ミステリーな匂い。ジノ君、君はこの事件どう読む？知らん。そうなんだ、俺にもよくわからないけど、何かとんでもないことが起きているよ。私もそう思う。この事件はおそらく宇宙人が来て帰っていったんだと思う。宇宙人が、驚いた方がいいですか。宇宙人は牛に悪さをするというから、牛乳を調べれば証拠が残っているはずだ。もうね、牛乳を調べましょう。そうなんだ。待って待って、やっぱり俺牛乳よりヨーグルトの方がいい。それじゃあヨーグルトを調べましょう。原料は同じだしいいよね。これあれ、この二人が仕組んだってことなのかな。それっぽくない。ということで、あとは俺たちに任せて。あ、早く謎を解いてくるよな。恐ろしくて眠れ。ジャック。え、みんな、これ何？ドッキリなんですかね。どうなんだろうね。町の人と交流したことで、新たな依頼が発生しました。市役所の掲示板で依頼を受けて、町の人の悩みを解決しましょう。ヨーグルトを持ってこさせられるわけですか。とりあえずまあちょっと見てみましょうか、掲示板。いろいろあるね、でもね。これがカリーナのために働かされる仕事でしょ。あ、これシドニーだね。これは受けときたいね。柔らかいと。で、シンディのためにヨーグルト。あ、でも300ゴールドは一応もらえるんだ。どうしよう。これは、モルタルが一番早いかな。ね、インゴットはちょっともったいないもんね。モルタルを、
集めて、柔らかい糸とヨーグルトね。よし。これと、よし。どうしようかな。ヨーグルトを先に作っておきたいね。ちょっと博物館だけ行ってこうか。よし。いいですね。もうさすがにエッグフェスティバルの話題は出てこへん。よし。ちょっとずつ増えてない？レイナに今度これギベオン石を渡してみます。やっぱこういうのがいいんだね、レイナね。いいじゃないですか。いいかもしれない。どうせ家にね、あってもしょうがないんで。で、今度このアーサライトを寄贈しときます。もう適当に並べていきますよ。で、ミルクを買って、で、服もあるんだね。服もちょっと見ていこう。カリーナは上手に商売してますね。はい。着ぐるみがもらえるんですよね。これか。チャトラ、柴犬。どっちがいいか。一応両方もらえると思うんですけど、チャットラー先にもらっておきました。体の分もあるよね。結構たくさんあるよね、服。これか。これでもどっちでもいけそうな感じだね。よし、とりあえずチャットラーセット頼んどきます。はい。よし。で、ミルクを買って、ノーマンね。はい。コーヒー、桜。あ、蜂蜜も売ってるんか。ミルクを、2つ買おうかな。蜂蜜1個買ってハニーヨーグルト作りましょう。おお、まあ、そんなもんか。よし。ノーマンの今日の一言は、屋上って大変なんだよね、お互い頑張りましょうね。なんか草をあげたくなるよね。しておくよ。喜んでくれた。あとはいい、コーヒー渡しとこうか。あ、なんか、あ、そっか、生地を書いてるんだよね。そういう人だ。コーヒーを渡します。ハニーヨーグルトもできますよね。ヨーグルトができてる。キツネうどんはなんか一体小麦粉とかがまたいると思うんで。忙しいな、本当に。まだ挨拶してないもんね。よし。これを入れるでしょ。さくらんぼこっちも入れちゃおっか。触るしね、マジ。で、コーヒーはあげる。この辺はもう入れとこう。ちょっと、しまっておくやつはしまっておいて。
して、この辺をまあ使おうか。で、ちょっと待てよ。1等はまだ作れないのか。ヨーグルトを作って、草をちょっととりあえず買って。よし。1個でいいよ。で、とりあえず糸作って、2時間ちゃうわ。4時間かかるんか。これ今が2時だから結構時間かかるね。で、その間にじゃあちょっと粘土、アイブリしましょう。うん。アイブリが、なんか30個じゃないわ。倍いるから60個いるんだよね。結構な量や。取っとこうか。うん。で、49か。あれ、チェストの中にどれだけあったっけ ?10 個ぐらいはあったと思うんだけどね。お花はしまって、もしまうでしょ。胡椒岩塩もしまって粘土は16個ありましたね。よし。そしたら一応作れるか。糸がまだやな。ヨーグルトをもう一個作って、モルタルお、30個。よし。うん。あと1時間ぐらいかな。適当にちょっと。この辺取っとこうか。この辺も。全部すくっとこう。疲れてきた。あれ？浄化活動。まだできんの？木はまあいいか。よし。何ですか？貝は落ちてる？キノコの、金をもらってこないといけないね。飲もうか。あとはどうしよう。オレガノ。もういっぱいか。なんだこれ。これはもういらないね。入れとくものは、お花。ヨーグルトと木材メーカー置いとくかも。1、2、3。よし、もうちょいでできる。よし、と時間かかんな、まあ、シドニーね、あげにくいからちょっと依頼はでもこなしておきたいね。ちゃんとはもうなってないし、種はまあいいか。こんなに一気に育てなくてもいいよ。鉱石入れとこう。シルバーインゴットがめっちゃいるんだよ。できた？よし。じゃあ行こう。もう6時だ。よし。ララが帰ってくる。ああ、あれ？何でもかんでも観光に結びつけるのは良くないけど、そこはちゃんと自制しながらやっていきたいな。何について話してるのかちょっと分からない。俺がのあげるよ。
とりあえず掲示板か。これで依頼をモルタル柔らかいとヨーグルトね、はい、結構お金増えたね、うん、よし。なんかあった浄化活動何これこれなんだろう。レンガメーカー、ああなるほどね。エンドを入れておくとレンガが落ちた。へえ。まあまあ持ってなかったからちょうどよかったですね。よし。でどうしたらいいの？もう今日は終わり？特に何も起こらへん。みんなにちょっと挨拶していこう。あ、ジャコポの誕生日忘れてた。ちょっと待って。うん。はい。このちょっと柔らかい草ちょっと半端なんであげとこう。うん。どうせ次もあげとこう。はい、よし。で、ジャコポは何がいいかな。卵サラダ。ミックスサラダ。ピザっぽいよね。こんな感じっぽい。ピザ好きそう。あ、うな重とかね、こういうのが好きそうですね。天ぷらとかさ。ちょっとこってり系が好きそう。卵サンド。野菜サンド作る？作っとこっかな。ちょっと時間がないんだよね、今日ね。料理。じゃなくて、あげられる、あ、これあげよっか。絶対好きじゃん。もう卵そのままあげよう。もうそうしよう。うん。それでいいでしょ、ジャコポは。どこにいんの、ジャコポ。あそこにいるんだね。の上にいるってことか。市役所の上に住めるってすごいよね。市役所をさ改築するってことは自宅を改築したってことでしょ。すごいよね、税金の私的流用。これラギコ、あ、卵じゃなかった。まあいいよ、これ、うん、いいよ。グロリアは話しかけたし、いいね。まあちょっとみんなに遅くなったけど挨拶しに行こう。忙しいな今日。まあ起きるのも遅かったしね。はい、リンも確かハート2つになったんで、だからあなんかイベントが起こってもおかしくないんだけど今は起こらない。うん、条件があるんだろうね。これあげます、政治。うん。じいちゃんは？書いて。うん。じいちゃんは貝あげてこう。うん。よし。で、ブレアがいた。ミサキと会った頃はさん付けしてミサキさんって呼んでたけど呼び捨てでいいって言われた。そういう関係なんだね。草をどうする。ララは会ったし、エミリオ、昨日はね、散々な目に遭いましたね、ミリオ。イクルス食わされるわ。ね、誘われるわ。
で草はさ渡してもらう。エッグフェスティバルまだ話してる。ちょっといつになったらこの話題終わるんですかね。よし。で、クリアを話してここへの次。ジャックは上にいる？アンジェラ上っぽいな。二人も一応声かけとこう。一回は絶対話さないかんのよ。繁盛してる、ミステリー事件のことはもういいんですかね。一日一個ずつ進んでいく感じ、逆に宣伝してこいって言うんだけど何をすればいいんだ、営業がやっぱり難しいよね、商売の上でね。よし、ブリジット、ここ2人いるもんね。ヨルクと、ヨルク卵好きなんかな、ちょっと渡してみようか。あーやっぱそうなんだ、卵の話結構ねしてたもんね。で、デイモンはそうお待ちかねのコーヒーを渡してみます。で嫌いって言われたらどうしよう。どうぞ。こんないいもの俺に、最高だな。あこれ一番好きなんじゃない、やっぱり踊ってるののさらに上なのかな、どうなんだろう。わかんない。最高っていう言葉が出ましたね。よし。笑っておくね。これで全員話したかな。大丈夫？あ、ラルフが抜けてる。ラルフと、こんだけやな。大丈夫。ラルフを、最後に行って、帰れば もう10時だもん。まだ起きてる。夜でもちゃんとこう会いに行けるのはありがたい。よし、はい、コミュニケーションはね大事ですから。いいですよ、エッグフェスは。よし、まあまあなんとかやれたかな。そしたらまあ今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、はい、よかったらねまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。